はい、引き続きというより、レアタバコなのかな、わかんないですが、こちらタバコレビューしてみたいと思います。ロゴの10ミリちょっと見えづらいかな。ロゴっていうタバコ、これも若干安い、確か370円ぐらいだったはず。こちらもですね、前回の、ウィルマーとバイオレットの動画と同様の、タバコ屋さんじゃないけど、自販機で購入いたしました。新潟市内のね。新潟市東区かな。新潟市東区にあります。これまだ吸ったことなかったんで、ちょっと吸ってみたいなと思って買ったんですけど。タールが10ミリ、ニコチンが 0.9 ミリとなっております。これは、海外のタバコですかね。海外のタバコになってますね。どこだかわかりません。それでは吸っていきたいと思います。こちら。ロゴ、ロゴちょっとなんか、いや、あれだ、ロゴ、タバコと。お買い得、タバコ。ロゴ、チャコールフィルター。インドネシア初の日本人向けに製造された格安シガレット。吸いやすさの中にもしっかりとしたタバコの風味が味わえます。ブライトやウエストなどもより濃いボディです。そうかな。個人的にウエストの方が美味しい。まあ別に特に、ウエストの方が美味しいなとしか思えない。まあウエストは380円と10円高いですけど。ブライトはまだ俺吸ったことなかったんちゃうかな。なんかね、薄い、なんか薄いっつうか、あのここのフィルターのところにね、小さな穴がね、2列ついてるんですよ。これのせいなのか、やけにその、なんか、結構空気がこう、入ってくる感じがする。まあ、味わいとしては別にまあ、まずくないし、
し、けど、なんかまずくはないんだけど、やっぱり薄いんだよな、なんかな。味わいがな。ボディが弱い。うん。ここのサイトには、ウエストよりも濃いって書いてあるけど、個人的にウエストの方が濃いと思うんですけど。うん。まあ別にまずくはない。で、そこまで特別的にうまくもない。って感じ。つかね。ちょっとね、味としてはパーラメントっぽいこともない。パーラメント、っぽいな。パーラメントっぽい味わい？ちょっと薄いけどね。パーラメントの味的に、の方が濃い、味の方が濃いけど。パーラメントの方が美味しい。ですけど。まあでもこのロゴっていう、この会社？ロゴのその、会社。どこだかわかんないっすね、これね。ロックインターナショナルタバコ。ロックインターナショナルタバコだって。ちょっと見たことないロゴっつうか、タバコ会社の。マークっつうか。そもそもこれ、そもそもあんまり出回ってないと思う、これね、ロゴね。俺だって見たことないもん、これ。当然のことながら、コンビニじゃ売ってないしね。ウエストはまだコンビニでも見るんだけどね。ウエストはまだ見るんだけど、これ見たことない。初めて見ましたね。これ。だから買ったんですけど。うん。微妙。これはまあ、三つ星ってとこだな。うん。三つ星。です。ご視聴ありがとうございました。